ラストコマンドポストラストコマンドポストはサイパン島北部のマッピ山の崖下にある戦跡地。統治下内部太平洋戦争中、マッピ山の崖下にある洞窟状のくぼみに統治下が作られ、日本軍最後の司令部が置かれたとされる。統治下の壁にはアメリカ軍の砲弾が直撃し、直径2メートルほどの穴が刻まれており、戦闘の激しさを物語っている。統治下の前には、 高台が残されている。ラストコマンドポスト周辺は、サイパン戦最後の組織的な戦闘が行われた地で、あり、戦没者慰霊碑が多く混立されている。1974年、日本政府は、サイパン戦で亡くなった戦没者を慰霊する、中部太平洋戦没者の碑を建立した。石碑は、遺骨箱をかたどっており、台座の下には、遺品が収められている。 石踏みの前には、石畳や灯籠が設けられ、日本庭園風になっている。2005年には、秋人天皇、三千子皇后が、異例のために訪問した。1968年、犠牲になった沖縄県出身者の霊を慰めるために、当時の琉球政府によって建立された。戦前、佐藤キ美のプランテーションの労働者として、約9500人の沖縄県民が入植し、 多くの人が戦火に巻き込まれた。韓国政府によって建立された慰霊碑。当時の朝鮮からも多くの人が入植し、約700人が犠牲になった。ありがとうございます。